지금 연무이었대. 멋졌다. 面白いね。 明日教えてもらおうと思って。 그러나 예수님 멋져요네. 이해네. 아기라면했어요. 소리야. 되기나 갔다가라. 4回もやったのすごい。あ、4問。 確かにね。 ポジティブに捉えればそうだよね。 なんかもっと勉強しろって感じ。 やった、一歩踏み出したの偉いって。 みんな褒めてくれんじゃん。嬉しい。 まあまあまあ。 いや、明後日ぐらいなんですよ。 ワーク、提出みたいな日が。 割とやばくない？ こう考えると。 って思ってやり始めた。でもさ、難しいね。勉強って。できる人いないんでしょ。なんかココナさんに行って来てるけど、その後さ、教えてくれないパターンの。何これ？あ、片手叩き券だって。ありがとうございます。そっか、父の日か。 こんばんは。 みんなショールもやってる今。何の話してた今。ああ、そう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 。じゃあ、中間リハビリって言ってますけど、今回期末なんですよ。 今回これで終わりだから。もう。ね、これでさ、決まるからさ、やばいんだよ。なのにやってないっていうやばさ。だって、なんかここで心理テストですって来たからやっちゃうね。ちょっとやりたくなっちゃったから。あなたは、横断歩道にいます。何人の人が歩いてますか？横断歩道ってさ、信号手挙げて渡るやつだな。 25人。 答え教えてくれる？ これ教えてちょんだい。 嘘、25人って多いん？ あ、欲しいと思ってる親友の人数らしい。 やばいの25人も欲しいって思ってんの？ いやだ、そんな多くないよ。でも友達は増やしたい。<笑>やばいね、25人も親友作りたい。なんか悲しい人みたいになっちゃう。でも親友っていう親友いないのかな。あ、なんか悲しい話してる人みたいになっちゃう。 親友ってさ、どこからのラインが親友なのって。なんかいつも思うんだよね。なんか親友、この人親友みたいな言うけど、なんか親友のレベルが分かんなくて、いつも友達って言っちゃう。ファイト、ありがとうございます。25人作りたいと思います。親しい友達。 親友、親しい友達って何なんだろう。親友は悪女って出てくる。どういうこと、どういうこと。ちょっと基準って調べてみる。親友はその友達の中でも一番一緒にいて楽しい人、信頼できる人。 そして何より自分が普通と違っていても、それを受け入れてくれる人。逆に相手が普通と違っていても、それを受け入れることができる。って書いてある。
なんかよくわかんないんだけど結果よくわからない。まあそんな人いっぱいいるよね。気使わなくていい人なら、クラスにおる人大体気使わん。なんかラフに話すし、嘘全員は嘘かもしれん。一緒にいる子なんかさ、友達のやついろいろあるかな。友達、親友、その上何、相方、パートナー、ちょっとよくわかんないんだけど、それはよくわかんないんだけど、なもんでも親友は気軽に話す人はいっぱいいるな。まあそんなね、無理に作る必要ないし大丈夫でしょ。なんかさ、話せる人がさ周りに一人でもいればいいよねっていうのは思う。いや、そりゃ友達多い方がいいけど、まあまあまあ深刻な相談もできる人はいればいい。あ、ないるわ。何でも話せる人一人いる、学校でね。だからこの子が親友ってことだよね、何にとっては。25人もそれはいらんな。親友25人もおったら辛いわ、こっちも。あ、その子やんな。え、何でも言いますよ、その子に対してなら。あ、めっちゃ秘密持ってる、お互いの。話し合って内緒ねって言って話す。キムちゃんは親友以上。何でも言える君には。星もするってさ、ちょっとあれだね、あれが文字隠れちゃってる。親友です、その子は。1年の時からの仲良しさん。BFF ってなんだっけ、ベストフレンドフォーエバーか。そう、 BFF です。君とは、ハートありがとうございます。なんか話そうと思ったけど忘れちゃった。幼い頃から仲いい幼馴染っていう子が一人もいないんですよね。いる？逆に。エナはいないんだよね。バラありがとうございます。だからさ、よくドラマとか映画でさ、幼なじみの関係とかやってるとさ、あ、羨ましいなって思わない？いいよね、幼なじみって。別に引っ越し1回しかしたことない。ねえ、分かるの？途中まで行ったの。途中までって言い方おかしいけど、小学校くらいまで一緒だったの。だけどもう中学から全く仲良くなっちゃった。バラありがとうございます。でも小1からの知り合いで、喋りはするけど遊びはしない子はいる。それも幼馴染なんかな。
1、2歳とかだったらね、もう全然覚えてないし、1歳とかあれなんだろうね、な、引っ越ししたと思う、多分それぐらいの時に。かわいい、ありがとうございます。記憶がないからちょっとわかんないんですけど、何歳から記憶あるの？え、はっきりとあの年中、年少かな、だから3、4歳からはなんとなくの記憶だったらある。もう1、2、3は全く覚えてない。なんかかすかにビデオとか見てあーって覚えてるのはあるけど、2、3、4、5ぐらいが怪しいなんて感じ。うん、逆に何歳まで覚えてたらすごいの？いや逆にさ、1歳の時覚えてるっていうのはすごいよね。とうとうありがとうございます。なんかビデオ記録ってだからさ、そういう時に役立つよね。でも全然意味わかんないことしかしてない。え、でも全然覚えてない。なんか一番鮮明なのだから入院した5歳かなぐらいしか覚えてない。なんかそこら辺からちゃんとある、ちゃんともないけど。あ、ここで入院したなっていうのはわかる。子供の頃ビデオない時代なの。絶対あった方がいい。うわ、確かに嫌な記憶覚えてるかもしれない。あるあるだよね、絶対それ。え、なんだっけ、なんかな、そういう人のことをね、なんか言うんだよ。忘れちゃった、また。なんだっけ、ちょっとわかんないんだけど。えなは、ちなみに、手術室に入る前にアンパンマンの映像を見たっていうのを覚えてるよ。それが記憶。こんばんは。髪の毛きれい、嬉しい、ありがとうございます。何今調べようと思ったか忘れちゃった。あとでやろう。アンパンマンってすごいよね、今でも人気やしさ。まあ見ないけど今。声ガラガラになっちゃった。こんばんは。最近ね。なんだろうな。なんか見よう見ようって思ってさ、映画とか見ようとするけどまた忘れちゃう。何してんだろうね、7の1日って。すごい今謎に思ったよ。面白い。今日は部屋の模様替えをしました。プチ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 模様替えしたんだけど、誰も気づいてくれない、家族も。悲しいや。頑張ったよ。で、めちゃめちゃ汚いから綺麗にします。時間あるなら家計簿かつけよう。本当にそれな、
くなかいメール読んでくれたのありがとう。つけるわ。じゃあ模様替えって言いつつもカラーボックス1個動かして、あと鏡と荷物置きだけ変えたから5分ぐらいで終わっちゃった。なんかねいい感じ。マジ今部屋綺麗だよ多分。カラーボックス1個を除き、なんか聞いてほしいの。ハートありがとうございます。そうカラーボックスの一番上が今ガラクタ入れになってて、いらないファイル、資料、ノート、なんかゴミが全部詰まってんの。だからそこが一番汚い。でもさ、3個カラーボックスあるんですよ。そんな入れるもんないよね普通に考えて。部屋になんで自分そんな買ってんのって思った。まあまあまあ欲しくなっちゃう時期なんですよね。ね、急にセイロガンって飲んだことあるって聞かれたけど、あるんじゃない、わかんない。買ったことある。そこに手をつけなきゃいけないんだよ多分。だけどゴミ捨てんのってエナが最終判断じゃないから片付けられなくて、ママが捨てていいよっていう許可がないと捨てられないんですよこの家って。ゴミ担当ママだから多分。ママが許可してくれないものは捨てられないの。だから悲しい。だからその選別もしようとしてくれないから、押し入れに隠したら一瞬でママにバレるからやめとき。みんなでもやったことあるけど一瞬でバレちゃったよ。そう担当者はママです。ママはゴミチェック。そうだよバレちゃう。バラありがとうございます。いやなんかクローゼットにママが来るんですよ服を選ぶためにね、たまに。その時にバレちゃう。バラありがとうございます。テストの答案は別に見せちゃうからバレ、ちゃんとそういうの見せるタイプの人だから。3点のテストでも2点のテストでも見せるからちゃんと普通に考えてやばいよね。一桁のテストも全然見せちゃう。なんか逆に隠す方が恥ずくないって思う。もうこの点数でもうなんか逆にその点数をさ見せては恥ずかしくないよねこっちも。なんかもう逆に誇らしいみたいな。あ、100点満点中ちなみに。ね、それ見て何言われると思う。別に何も言われないのよ。怒られるかなと思っていつも出すのだけど毎回のように怒られない。テストで怒られたことない。変な。なんかみんなそう中学の時になんか60点とか取った子が、あーこれママに怒られるわとか言ってたの。あ待って、なんてこの点数見せたらどうなるんだろうと思って。いや多分ママもそんなに昔頭良くなかったのかなと思って。いやだから中学お姉ちゃんが3年の時ねんなが1年だったんです。でもお姉ちゃんの頭がよろしくて点数の違いがすごかった。そう
そうだ、この前掘り出し物でそのテスト記録みたいなやつが出てきた。自分頭悪すぎてびっくりした。あ、だから最近ちゃんと勉強しようって思ったよね。ミラーボールありがとうございます。ママ多分聞いてないね今。まあまあまあいいでしょう。前髪が分かれちゃった。何、あ、今日眉毛失敗しなかったよ。みんなほら薄くない？眉毛、今日眉毛さ、眉毛じゃなくてさ前髪もさ分厚いからさ何も言えないんだけど、ちゃんとある眉毛さんが研究中なの。眉毛って難しいね。いい感じ。なんか最近ないよねこういう前髪さ。今日のメイク何点だと思う？顔が全然不調だから今日40点25点ぐらい。かわいい、ありがとうございます。え、な、20点数25って点数好きなのかな。25って数字好きなのかもしらん。25です。ねえやばくない？今日もうね目がパンパンだし、なんかちょっと顔がよろしくない。今日はいつもよりやったね。毎日100点だって素晴らしい。嬉しか、嬉しかだって。鼻筋メイクしてますよ。今日軽くした。嬉しい、みんな満点じゃん。毎日ありがとうございます。あ、今日はコンディション悪いねって感じ。昨日より、昨日がコンディション100だとしたら今日0レベルで、あのね、天と地の差ぐらいの差ね。なんかね、そうこうなってキュッてなっちゃうから痛いっていう天と地の差でございます。まあまあまあいいでしょう。今日もじゃあ満点で。面白いらしいよ。全然面白くないっしょ。それはよかった。面白いって思ってくれてんならよかったわ。面白いなんか言われないよ。嬉しいね、面白いって言ってくれて。家族の中で集まんないの、人に入るのに。あ、嘘、やったね。こんばんは。誰が面白い人？ママやで、それは。それはママやろ。面白いの血全部持ってってるもん、ママが。ママ優勝だよ、そりゃ。ママとお姉ちゃんかな。あ、ママのくしゃみ面白いよね。けどね、ママのくしゃみ家族から不評だから、うるさいって。
静かにしてって言われちゃう。ママ強いよな、やっぱすごいわ。でもちなみに今日のドラマの席へな、あれだよ、ビップ席座った。お姉ちゃんから奪い取ったよ。なんだっけ、ビジネスクラスって呼ばれてた気がする。パパはちなみに今日も床ですよ。パパの日はプレゼントあげたから。イエイエイ。寝落ちしてないですよ、さすがに。それな、パパにVIP席譲ってあげなよって感じだよね。まあまあまあ、喜んでくれてたしいいでしょ。あ、嘘、パパ月に期待してた。いや、パパそういう人じゃないと思う。うん、プレゼントで全然泣いてなかった。喜んではいたけど、昨日お姉ちゃんと買いましたね。食事のお祝いはなんかお肉食べた、夜ご飯なんか鉄板の上で焼いてたお肉。お家で食べました。今日はだからお腹がいっぱいです。今お腹がいっぱい。いいよね、お肉久しぶりに食べた。めっちゃ肩上がってる人みたい。そう、みんなプレゼントあげてないですか？って言いつつ、でも母の日あげなかったから何も言えないんだけどさ。あ、そうなんや。まあ天気良かったしね。家族連れがいっぱいだったの。体に気をつけて過ごしていれば大丈夫だ。ということでタイム始まっちゃう。ということで今日もありがとうございました。明日からもね、月曜日が始まるということで面白いもん。ということで皆さん、明日からも1週間頑張っていきましょう。明日は雨らしいですよ。湿気にね負けないように頑張ります。バイバーイ。